旦那様、今日は大丈夫だからね。おかえり、旦那様。ぬくぬくのお茶をあげるよ。お庭で綺麗なお花を見たの？笠雲が暇な時に植えたから、好きなら。うん、よかった。うん、笠雲はずっとここで待っていたよ。誰を待っていたかって知っているくせに、ずるいの。旦那様、お座り。うん、お茶をあげる。飲んでて体がポカポカになった。ありがとう。風鈴の音に合わせて一曲、難しいかも。でも旦那様が聞きたいならやってみる。からかわないでね。旦那様、寂しくなったら何をしてほしいか素直に言ってね。風子もどうしたらいいかは分かってるから。風子もと旦那様の考えていること同じだよね。旦那様、今日は大丈夫だからね。ベッドじゃないよ。任務。うん、風子もは旦那様と一緒にこなすよ。任務完了だよ。風雲が頑張った分もあるかな。旦那様へのメール、ここに置いたよ。旦那様、お帰りなさい。ぬくぬくのお茶か肩もみもみ選んで。何もいらないの？じゃあ風子もは別におしゃべりだけでも。委託組が戻ってきたよ。うん、何があるんだろう。風子もと永遠に離れないことを誓って、まずは指揮官の番、それから風子もの番。ありがとう、大好き。夕雲型駆逐艦の3番艦風雲、第10駆逐隊所属で、主に輸送任務や海上任務に従事した。この子たちは仲間の小谷ちゃん。趣味？教えない。